1ページ声の広報八街令和5年11月1日号ナンバー936。1ページ声の広報八街令和5年11月1日号ナンバー936。発行八街市、編集総務部秘書広報課、発行日毎月1日15日、郵便番号 289-1192、 千葉県八街市八街保35番地29、電話 043-443-1111、 ファックス043-444-0815、 ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/。 人口の動き。10月1日現在、人口67,074人、前月比プラス19人、男34,474人、女32,600人、世帯数32,783世帯。提供八街市役所、政策八街市社会福祉協議会、協力八街市朗読グループやまびこ。皆さんこんにちは。今年は少しずつですが行事が戻ってきたように感じます。特にお祭りなどはとても元気をもらいます。まだまだ冬に向かい、いろいろと気をつけないといけないこともありますが、参加できる楽しさを味わいながら日々生活したいです。主な内容。第46回八街市産業祭り、第67回八街市ピーナッツ駅伝大会募集。1ページ令和6年度保育園申し込みご案内。2ページ地域包括支援センターです。3ページ11月12月は市税等徴収強化月間です。4ページ健康診断はお済みですか。5ページみんなの広場。6ページこんにちは保健センターです。7ページ図書館に行ってみよう。相談コーナー8ページ。第46回八街市産業祭り、11月19日日曜、悪天候中止、午前9時から午後3時、会場八街中学校。第46回八街市産業祭りを11月19日日曜に八街中学校で開催します。地元農産物や特産物の格安販売、商工業製品の展示即売の開催、各種無料配布やステージイベントなどを行います。また会場内での飲酒食べ歩きは禁止です。飲食スペース内での飲食をお願いします。皆さんのご来場をお待ちしています。問い合わせ、農政課、電話 443-1402。 主な催し物、農産物共進会展示、即売は午後1時から。農家の皆さんが丹精込めて作った野菜などの農産物共
共進会が開催されます。展示された野菜などは地産地消を目的に販売します。産直野菜などの販売、安全安心で新鮮な野菜や果物、花苗などを安価で販売します。模擬店コーナー、地元の元気いっぱいなお店がこの日のために勢ぞろい、たくさんの模擬店が皆さんをお待ちしています。八街 PR 大使落花生娘のライブ公演、午前午後の2回ステージにて実施します。楽しいステージイベント、午前9時開会式、午前10時和太鼓の演奏、八街和楽太鼓、午前10時30分八街 PR 大使落花生娘のライブ、午前11時和太鼓の演奏、ラッコの会、午前11時30分ストリートダンス、キャットナップ、午後0時ダンスフィットネス、八街ズンバ、午後1時八街 PR 大使落花生娘のライブ、午後1時40分キッズダンス、ビートザミックス、午後2時20分キッズダンス、バグフィックス。得するイベント、午前9時40分落花生の無料配布先着200人、午前10時苗木の無料配布先着150人、堆肥の無料配布先着100人、乳製品の無料配布先着500人、午前11時堆肥の無料配布先着100人、午後1時堆肥の無料配布先着100人、乳製品の無料配布先着500人、午後1時30分苗木の無料配布先着150人。苗木堆肥は整理券または引換券を配布します。配布時間はそれぞれ30分前を予定しています。状況により早めに配布する場合があります。案内図には産業まつりの駐車場、八街第一幼稚園、八街東小学校、八街市役所が掲載されております。第67回八街市ピーナッツ駅伝大会参加チーム募集、日時令和6年1月14日日曜、小雨欠航、悪天候時中止。スタートゴールスポーツプラザ、コーススポーツプラザ入り口、大やるコミュニティセンター前、八街南中学校前、下区コミュニティセンター前、関根商店倉庫駐車場前、東吉田桜木総研株式会社前、スポーツプラザ体育館前。コースは前年度から変更しています。対象市内在住、在勤在学の方、高校オープンの部は除く、各部門チーム数上限50チーム先着順、中学男子の部、中学女子の部、女子の部、高校の部、一般の部、オープンの部、上限20チーム。チーム編成は選手5人、補欠2人まで登録ができます。参加費1チーム1000円、中学高校の部は500円、
申し込み期間11月1日水曜から30日木曜午前8時30分から午後5時15分休館日を除く。11月30日木曜は正午まで。申し込み方法、スポーツ振興課窓口ピーナッツ駅伝大会用のメール、郵送、ファックスのいずれかで申し込み書に誓約書を添えて申し込み。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、スポーツ振興課、電話 443-1465。 先ほどの大会コース図が掲載されております。これで1ページを終わります。2ページ。令和6年度保育園など入園申し込みのご案内。市内認可保育園、認定こども園などの令和6年度入園申し込みを次の通り受け付けます。手続きは認定区分により異なります。利用手続きの流れ。認定区分1号、認定こども園、入園願書認定こども園に認定申請書を市に提出します。利用者1、入園願書の提出を認定こども園に出します。認定こども園は利用者に先行入園内定をお知らせします。3、利用者は認定申請書の提出を八街市にします。八街市は利用者へ4、認定書の交付をいたします。認定区分2号、3号、保育園、認定こども園、小規模保育事業 A型、認可保育園などは認定の申請と入園の申し込みを同時に市で受け付けます。利用者は1、認定申請書入園申し込み書の提出を八街市にします。八街市は利用者へ2、認定書の交付を行います。3、八街市は利用者に利用決定通知または利用保留通知をいたします。入園の決定、保育園などの入園決定は申し込み順ではなく、保育を必要とする自由の状況を考慮の上決定します。また保育を必要とする認定2号、3号を受けても入園希望者が多く定員に余裕がないときは利用できない場合もあります。入園決定通知は令和6年2月上旬に郵送予定です。事前の問い合わせはご遠慮ください。市外の保育園などへ、市外の保育園などに申し込みする場合は早めに子育て支援課へお問い合わせください。入園申し込み書の配布受付日程、配布開始日11月1日水曜、月曜から金曜日祝日を除く。配布場所子育て支援課、受付日時12月7日木曜、8日金曜、10日日曜、3日間各日午前9時から午後3時30分。12月9日土曜は受け付けません。受付場所、総合保健福祉センター、
お持ちいただくもの、必要事項を記入した申請書、母子健康手帳、マイナンバーがわかるもの、本人確認できるもの、家庭状況などをお聞きしますので、入園希望のお子さんと保護者の方がお越しください。申し込み書を提出したが現在入園できていない方、待機されている方も新たに申し込みが必要となります。12月7日木曜午前中の受付は大変混雑が予想されます。問い合わせ子育て支援課、電話443-1693。認定区分、認定区分1号、利用先認定こども園、要件満3歳以上で教育を希望する場合。認定区分2号、利用先保育園認定こども園、要件満3歳以上で保育を必要とする、自由に該当する場合。認定区分3号、利用先保育園認定こども園など、要件満3歳未満で保育を必要とする、自由に該当する場合。保育園などの一覧、私立保育園、保育園名、八街保育園、所在地八街に112、電話番号443-1727、三住保育園、八街保215、電話443-1020、朝陽保育園、八街派21、電話444-0099、更新保育園、八街路111、電話444-0519、二州第一保育園、山田台671-1、電話445-4003、二州第二保育園、下区1938、電話445-5021、私立保育園、生活クラブ風の村保育園八街、東吉田8-5、電話440-2008、八街開拓保育園、八街に66-4、電話442-4545、私立認定こども園、明徳八街こども園、八街保559-2、電話444-2402、八街泉こども園、えのきど354-2、電話442-1234。小規模保育事業 A型、ひよこのおうち、記事会301-221、電話308-9245。いろはに保育園、八街保728-298、電話308-3395。第62回秋の市民ハイキング参加者を募集。日時11月25日土曜午前9時15分から午後0時30分。コース、松尾の歴史と自然散策コース、山武市。
タートゴール松尾公民館および JR 松尾駅、対象中学生以上の市内在住在勤の方、中学生は保護者の同伴が必要です。定員30人、申し込み順、費用1人300円、1人で2人分まで申し込みか。申し込み方法、コース振興課窓口、11月4日土曜から15日水曜の午前8時30分から午後5時15分に費用を添えて申し込み。臨時申し込み窓口、八街市役所1階受付脇、11月4日土曜午前8時30分から正午に費用を添えて申し込み。電話での申し込み受付は行いません。当日は現地集合、現地解散となります。また、駐車場を利用する場合は、松尾公民館の駐車場、北側をご利用ください。当日、スポーツ推進委員が誘導します。問い合わせ、スポーツ振興課、電話443-1465、スポーツレクレーション祭り、ディスクゴルフ大会を開催。スポーツレクレーション祭り、ディスクゴルフ大会を開催します。日頃の腕試しをしてみたい方はもちろん、初心者の方でも当日レクチャーを受けて大会に参加できます。日時、12月3日日曜、雨天中止、午前9時から午後0時30分。会場、スポーツプラザ、緑地部分。定員、一般の部、中学生以上20人。ファミリーペアの部、小学生以下と保護者、8組、16人。費用、無料。申し込み、12月1日金曜までに、コース振興課に電話などで申し込み。問い合わせ、コース振興課、電話443-1465。女性に対する暴力をなくす運動。11月12日から25日は、女性の人権尊重のための意識啓発や教育の充実を目的として実施されます。配偶者などからの暴力、性犯罪、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などの被害を受けている方は、一人で悩まず相談を。相談先、女性の人権ホットライン、電話0570-070-810、DV 相談何、電話0570-055210、子育て支援課家庭児童相談室、電話443-1693。11月は児童虐待防止禁止月間です。あなたしか気づいてないかも、そのサイン。虐待かもしれないと感じたら、迷わずご連絡ください。怒鳴り声が聞こえる。子どもの泣き声が絶えない。服装がいつも汚れているなど、虐待を受けていると思われる子どもを見つけたときや、ご自身が出産や子育てに悩んだときは、児童相談所や市役所に連絡や相談をしてください。あなたの一本のお電話で救われる子どもがいます。連絡は匿名で行うこともでき、連絡者や内容に関する秘密は厳重に守られます。相談
通告先、子ども家庭110番、電話252-1152、千葉県中央児童相談所、電話253-4101、子育て支援課家庭児童相談室、電話443-1693、児童相談所全国共通ダイヤル電話189-1早く。これで2ページを終わります。3ページ高齢者の相談窓口地域包括支援センターです。16地域包括支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう、主任ケアマネージャー、保健師、社会福祉士などの専門職が連携を取り、高齢者の支援をします。認知症や介護予防について知りたい、退院後の生活が心配、介護サービスについて知りたい、など、お気軽にご相談ください。今回は地域包括支援センター1介護の相談窓口について紹介します。現在高齢者の増加とともに介護を必要とする方も増加し、誰でも介護が身近にありつつあります。家族の介護が心配、どんなサービスが利用できるかわからないなど、さまざまな介護に関する相談や心配事など、地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。介護保険の利用方法や、高齢者の方が利用できるサービスなどもご案内します。11月11日土曜は、介護の日です。身近になりつつある介護について理解を深める日です。介護を社会全体で支えることは、私たちにとっても大切なことです。今は介護を受けていない、していない方でも、家族や近隣、友人など様々な立場から、介護を頑張っている人を支えていくことが、将来介護を必要としたときに、安心して暮らせる社会の実現につながります。ぜひ、この機会に身近な介護について考えてみませんか。次回は高齢者虐待について紹介します。問い合わせ、地域包括支援センター、電話443-1207、南部地域包括支援センター、電話308-3426、市民講演会を開催します。年を重ねるごとに健康に最新の研究と対策。高齢化社会では長寿だけではなく、健康寿命を伸ばすことが大切です。本講演では、健康と活力を維持するための最新の研究成果と実践的対策を紹介します。日時12月16日土曜午後2時から3時、会場午後1時30分、会場総合保健福祉センター、講師、新八街総合病院顧問、同病院リュウマチ痛風外来、浜谷直之医師、定員100人、先着順、費用無料、申し込み開始日、11月15日水曜、お申し込み問い合わせ先、高齢者福祉課、電話443-1207、南部老人憩いの家からのお知らせ、憩いの健やか運動教室、日時11月12日日曜、26日日曜、12月10日日曜、24日日曜、令和6年
1月14日日曜、28日日曜、各日午前10時から11時、会場、南部老人憩いの家、内容、介護予防リーダーによる健康体操など、対象、市内在住で60歳以上の方、定員、確実12日、12人、先着順、費用、無料、申し込み、11月3日金曜、午前9時から電話または来所で申し込み、アップサイクル講座、不要になった和服を活用して可愛いポシェットを作りましょう。3日間で手軽に素敵にできます。日時、11月14日火曜、21日火曜、11月28日火曜。会場、南部老人憩いの家。内容、和服生地をアップサイクルしたポシェット。手縫い。対象、市内在住60歳以上で前日参加できる方。定員8人、先着順、費用無料。申し込み、11月5日日曜午前9時から電話または来所で申し込み。持ち物、縫い針、白と黒の糸、糸切りバサミ。問い合わせ、南部老人憩いの家、電話 445-2976。 ピーナッツカフェ。ピーナッツカフェは認知症高齢者などを抱える家族交流会です。日頃の介護での思いや不安に感じていることなど、介護者同士だから分かり合えることを話してみませんか。日時、11月29日水曜午前10時から正午。会場、総合保健福祉センター。対象、認知症などの家族を介護する方。定員15人。持ち物、飲み物。申し込み、地域包括支援センター。電話 443-1207。南部地域包括支援センター。電話 308-3426。 消費生活セミナー。学んで知って安心した生活を。日時、11月28日火曜午後1時30分から。会場、老人福祉センター悠々。内容、消費者の心構えと悪質商法の被害防止対策。講師、消費生活相談員。対象、市内在住で60歳以上の方。定員15人、先着順、費用無料。申し込み、11月5日日曜午前9時から電話または窓口で申し込み。持ち物、筆記用具、上靴。問い合わせ、老人福祉センター悠々。電話 443-5211。 第44回八街市婦人祭、輝く女性の研修会を開催。当日は講演会やバザーのほか、婦人会会員による踊りや歌のアトラクションが行われます。参加費無料でどなたでもご覧いただけます。日時、11月12日日曜。会場、午前9時30分開会、午前10時。講演会、暮らしているだけで健康になれる街、八街を作ろう。明日からできる0時予防。午前10時30分から正午。講師、千葉大学予防医学センター特任助教。医療法人社団清和会長谷川病院リハビリテーション部地域包括支援課。
井出和重先生、アトラクションバザー午後0時10分から2時10分、会場中央公民館、問い合わせ社会教育課、電話443-1464、八街教育の日月間、ひまわり絵画展、市の花であるひまわりをテーマに、市内の小中学生から募集した作品をひまわり絵画展として開催します。日時11月18日土曜12から12月1日金曜午前9時から午後9時、月曜日休館、会場中央公民館、問い合わせ中央公民館、電話443-3225、去年のひまわり絵画展の様子が掲載されております。令和5年度印旛地区選挙関係委員研修会、印旛郡市選挙管理委員会連絡協議会では、政治意識の向上を図り明るい選挙を推進するための研修会を開催します。一般の方も受講できます。日時11月16日木曜午後2時から3時30分、会場さくらハーモニーホール、さくら市王子台1丁目16番地、演題明るい一票嬉しい未来、講師林屋運平氏、落語家、費用無料、申し込み当日会場受付までお越しください。受講希望者多数の場合は受講できない場合があります。開催日の前後で衆議院議員総選挙が実施される場合には中止する場合があります。中止の際は八街市選挙管理委員会ホームページでお知らせします。問い合わせ桜市選挙管理委員会事務局、電話484-6179。これで3ページを終わります。4ページ。11月12月は市税等徴収強化月間です。11月12月を市税等徴収強化月間として啓発活動や市税等徴収の強化に取り組みます。実施する主な事業、啓発用ポケットティッシュの配布やポスターの掲示、公用車などに徴収強化月間のステッカーを調布、市税・国民健康保険税滞納者に対する納税催告、滞納者への電話催告など、市税などの納付に関してのお願い、皆さんが納めている税金は住みよい町づくりを推進するための大切な財源です。市税や国民健康保険税に納め忘れがないか、もう一度ご確認をお願いします。納期内納付にご協力ください。市税などの納期限は、納税納入通知書または納付書に記載しています。今一度納期限を確認され、納め忘れのないようお願いします。納期限を過ぎた場合は、督促状を送付します。督促状の発送後においても納付がない場合は、法令に従って給与などの差し押さえを実施します。口座振替による納付、口座振替は指定された口座から自動的に引き落とされるため、納付に出向く手間もなく納め忘れもないため安心です。申し込み用はがきを郵送、納税通知書に同封の口座振替申し込みはがきに、申し込み用は
はがきに記入届出印を押印し、プライバシーシールを貼って郵送してください。八街市役所の担当課窓口、市役所担当課窓口にある申込書に記入し、届出印を押印して申し込みしてください。キャッシュカードがあれば届出印不要で登録ができるので手続きが簡単です。一部対応していない市税などや金融機関、キャッシュカードがあります。市内金融機関、市内金融機関、郵便局、ゆうちょ銀行を含む。2、口座振替の申込書が備え付けられています。指定する口座の預金通帳と届出印を持参し、金融機関窓口で申し込みしてください。口座名義人がお亡くなりになられた場合や口座振替納付をやめる場合は必ず届出が必要です。スマートフォン決済アプリ納付。スマートフォン決済アプリではコンビニエンスストア用バーコードを読み取り納付する方法のほかに、 QR コードを読み取り納付することができます。利用できるスマートフォン決済アプリは市のホームページをご確認ください。クレジットカードによる納付。クレジットカード納付は地方税お支払いサイトで納付手続きができます。介護保険料、後期高齢者医療保険料はクレジットカードの納付ができません。ペイジーによる納付。ペイジーマークがある納付書は金融機関のペイジー対応の ATM インターネットバンキングで納付できます。スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、ペイジーで納付した場合、領収証書は発行されません。滞納者への対応。特別な理由もなく、市税などを納付しない滞納者に対して、税負担の公平性を確保するため、次のような処分を実施しています。1.給与などの照会、差し押さえ。2. 預貯金の調査、差し押さえ。 3. 動産、不動産の調査、捜索、差し押さえ。 4. 国民健康保険税滞納者への対応。国民健康保険税滞納者には1から3の処分に加え、通常よりも有効期限の短い短期被保険者証を交付、さらに滞納が長期期限が続いている方には被保険者資格証明書を交付しています。令和5年度差し押さえ状況。8月末現在、単位件数、給与56、預貯金123、生命保険37、不動産9、動産3、その他16、計244。インターネット購買などを実施。市税などの滞納により差し押さえた財産はインターネット購買などを実施して売却しています。インターネット上の購買システムや千葉県合同不動産購買を利用し、入札などにより差し押さえた動産、不動産などを売却し、代金を滞納税などに充てています。弁護士による多重債務者相談、無料を実施。多重債務により、市税等の納付が思うようにできない方を対象に、弁護士による無料相談を実施しています。日時、毎月月末の日曜開帳日、午後2時から4時、定員6人、事前予約制。
納税相談をお受けしています。災害や病気などの影響により市税や国民健康保険税の納付が困難になった場合はお早めに納税課にご相談ください。また仕事などで平日の業務時間内に納税相談や納付に来られない方は日曜会長や夜間窓口、平日火曜日を開設していますのでご利用ください。令和5年台風第13号の被害に遭われた方へ納税の猶予・減免制度があります。災害や病気などの影響によりすぐに納税することが困難な場合は納税の猶予制度を利用できる場合がありますので納税課へご相談ください。災害などによって国民健康保険税の支払いが困難な場合、減免が認められる場合がありますので国保年金課電話443-1139にご相談ください。問い合わせ納税課電話443-1115。令和6年度八街駅前有料登録制自転車駐車場の第1次利用登録申請受付を開始。八街駅前の第1、第5自転車駐車場の令和6年度第1次利用登録申請受付を開始します。登録希望の方は必ず受付期間内に申請してください。申請受付期間11月1日水曜から令和6年1月24日水曜、土曜日曜日祝日は八街市役所受付で午後5時まで受け付けます。郵送申請の場合は1月24日水曜、消し印有効です。申請方法、利用登録申請書に必要事項を記入の上都市計画課に郵送または持参してください。申請書配布開始日11月1日水曜、申請書は都市計画課八街市役所受付 JR 八街駅自由通路に設置するほか市ホームページからダウンロードできます。10月13日金曜時点での利用登録者には申請書などを送付しました。届かない場合は市ホームページから申請書をダウンロードして申請することもできます。第1次受付終了時点で許容台数を超えた場合は抽選となり、空きがある場合は令和6年3月15日金曜から受付します。郵送先、お問い合わせ先、郵便番号 289-1192 八街市八街保 35-29 都市計画課、電話 443-1430。 八街駅周辺の第1から第5の自転車駐車場の地図が掲載されています。第2、第3、第4自転車駐車場は利用登録の必要はありません。これで4ページを終わります。5ページ。健康診断はお済みですか？対象40歳以上の八街市国民健康保険加入者、集団検診、整理券配布方式、日時11月20日月曜から23日木曜、午前の部午前9時から11時、午後の部午後1時30分から3時、
整理券は受付時間30分前から配布します。11月20日月曜のみ、八街市公式 LINE で事前予約制です。八街市公式 LINE からの予約はこちら、八街市公式 LINE の QR コードが掲載されています。個別検診日時令和6年3月31日日曜まで、医療機関の受診可能日時に実施。会場、新八街総合病院、八街子どもクリニック、氷見の森整形外科、紫水虎ノ門クリニック、千葉紫水病院、成田赤十字病院、成田富里特集会病院。予備検診日時令和6年2月29日木曜まで、医療機関の受診可能日時、完全予約制。会場、千葉診療所、千葉市院内 1-8-12。 費用1000円。人間ドックの助成や JA 組合員検診を受ける予定の方は、特典検診を併用することはできません。定期的に通院されている方や職場などで健康診断を受けられている方は、検査結果の提供にご協力ください。国保30大検診も今年度最後のチャンス。集団検診または予備検診で受診できます。対象、30歳以上の八街市国民健康保険加入者、昭和59年4月1日から平成6年3月31日生まれ。詳しくは市ホームページでご確認ください。問い合わせ、国保年金課、電話 443-1139。 市ホームページの QR コードが掲載されています。お医者さんのかかり方で医療費が変わります。いきなり大病院は控えましょう。紹介状なしで大病院を受診すると、初診料とは別に5000円以上の定額を負担することになります。軽度な症状であればまずはかかりつけ医を受診しましょう。はしご受診はやめましょう。同じ病気で複数の医療機関にかかるはしご受診は、病院を変えるごとに初診料や検査費用がかかり、医療費増加だけでなく、検査や薬の重複によって身体への負担や副作用を生じる危険性もあります。他の病院を受診する前は、医師に相談することが大切です。時間外診療はやめましょう。夜間や休日に開いている医療機関の医療費は通常より高く設定されています。緊急性がなければ平日の診療時間内に受診しましょう。かかりつけ薬局を持ちましょう。複数の医療機関で治療している場合でも、かかりつけ薬局を持つことで薬のもらいすぎや副作用を防ぐことができます。お薬手帳は1人1冊にすることで、服薬歴やアレルギーなどが把握でき、市販薬を購入する際にもより適切なアドバイスを受けることができます。残薬がたくさんありませんか？残薬を減らすことにより、医療費を大幅に節約することができます。処方された本人の薬なら再利用できることもあります。手元に残薬がある場合は、まずは医師や薬剤師に相談しましょう。ジェネリック医薬品で節約しましょう。ジェネリック医薬品は新薬と同等の効果がありながら、価格が安く設定されており、医療費の節約に大きく貢献しています。医師や薬剤師に利用希望の意思を伝えましょう。セルフメディケーションを推進します。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てをすることです。適度な運動、バランスの取れた食事、
十分な睡眠、休息を心がけ、体調管理を継続し、日頃から健康を意識しましょう。また、軽度な身体の不調を手当てする場合、市販薬を利用し、症状の改善が見られない場合には、医療機関などを受診したりと、適宜判断しましょう。問い合わせ、国保年金課、電話 443-1139。 令和5年秋季全国火災予防運動実施、11月9日から15日。火を消して、不安を消してつなぐ未来。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを掃除し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類、およびカーテンは、防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや身体の不自由な方は、避難経路方法を常に確保し、備えておく。防火防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。我が家の住宅用火災警報器、今すぐチェック。住宅用火災警報器は、古くなると電池切れなどで火災を感知しなくなり、とても危険です。設置時期の確認、作動確認を行い、設置から10年を目安に交換しましょう。感震ブレーカーをつけましょう。感震ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に、電気火災を防止する有効な手段です。簡易タイプは、家電量販店などで購入できます。問い合わせ、佐倉市、八街市、酒々井町消防組合、消防本部予防課、電話 481-0136。 緊急情報の伝達訓練。地震や津波、武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システム J アラートから送られてくる国からの緊急情報を確実に皆様へお伝えするための情報伝達訓練を行います。伝達訓練日時、11月15日水曜午前11時。情報伝達手段、防災行政無線の試験放送。八街市内47カ所にある防災行政無線から次の放送内容が一斉放送されます。放送内容、防災行政無線チャイムプラス、これは J アラートのテストですが3回プラス、こちらは防災八街ですプラス、防災行政無線チャイム。問い合わせ防災課、電話 443-1119。 11月25日から12月1日は犯罪被害者週間。犯罪被害などに遭われた方やその家族が、犯罪により受けた被害から立ち直り、再び平穏に過ごすためには、地域の方のご理解と ご協力が必要です。被害に遭われた方は、一人で悩まずご相談ください。相談先、性犯罪被害相談電話、0120-018103。短縮ダイヤル、#8103。
ハートさん。問い合わせ、桜警察署。電話、484-0110。11月の移動交番情報。午前10時から11時30分。午後2時から3時30分。事件事故の発生、天候により変更になる場合があります。1日水曜午前、上伊佐子安らぎの家、午後、イオン八幡店。2日木曜午後、コメリハード&グリーン八幡中央店。6日月曜午前、南部老人憩いの家、午後、一区コミュニティセンター。7日火曜午前、霞朝日店、午後、富山コミュニティセンター。8日水曜午後、肘飼コミュニティセンター。9日木曜午前、セブンイレブン山田大店、午後、ファミリーマート八幡五宝食い店。10日金曜午前、ランドローム東吉田店、午後、イオン八幡店。13日月曜午前、コメリハード&グリーン八幡中央店。14日火曜午前、上伊佐子安らぎの家、午後、一区コミュニティセンター。15日水曜午前、南部老人憩いの家、午後、泉台区民センター。16日木曜午後、肘飼コミュニティセンター。17日金曜午前、セブンイレブン山田大店。20日月曜午前、ファミリーマート八幡五宝食い店、午後、霞朝日店。21日火曜午前、ランドローム東吉田店。22日水曜午前、コメリハード&グリーン八幡中央店、午後、一区コミュニティセンター。24日金曜午前、上伊佐子安らぎの家。27日月曜午後、イオン八幡店。28日火曜午後、肘飼コミュニティセンター。29日水曜午前、ファミリーマート八幡五宝食い店。30日木曜午前、ランドローム東吉田店、午後、富山コミュニティセンター。問い合わせ、桜警察署八幡幹部交番。電話、484-0110、内線515。これで5ページを終わります。6ページ、みんなの広場、伝言版、催し、講座。音楽インドオーケストラ第27回定期演奏会、日時11月26日日曜午後2時から4時、会場三部の森文化ホール。内容、市民吹奏楽団による演奏会、対象一般の方、定員250人、費用無料。公演、八幡市教育委員会。問い合わせ、斉藤道江。電話、090-6185-7889。2023年度千葉県ユネスコ大会、日時12月11日月曜午後0時30分から4時30分。会場、千葉黎明高等学校。内容、フラダンスと
ウクレレ演奏、講演、高校生による発表。対象、ユネスコ会員、一般の方、定員100人、費用、無料。締め切り、11月16日、木曜。講演、八街市、八街市教育委員会。問い合わせ、山本道代。電話、444-1032。お知らせ、消費税インボイス制度、改正電子帳簿保存法セミナー、日時、11月27日、月曜、午後1時30分から3時30分、会場、八街商工会議所、対象、市内の事業者、定員30人、先着順、費用、無料、締め切り、11月21日、火曜、申し込み、八街商工会議所指導課、電話、443-3021、印旛郡市広域市町村、市町村圏事務組合職員募集、採用予定、一般行政上級若干名、電気上級若干名、試験日12月10日日曜、申し込み期間11月2日木曜から17日金曜、消印有効、試験案内、申し込み書など詳しくは組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、印旛郡市広域市町村圏事務組合事務局管理課、電話 485-0397、 個人事業税の納期限内納付のお願い。個人事業税の第2期分の納期限は11月30日木曜です。納付方法は口座振替、金融機関窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、モバイルレジアプリやペイペイなどのアプリです。必ず納期限内に納めましょう。問い合わせ、桜県税事務所、電話 483-1114。 税を考える週間、11月11日から17日、国税庁では税を考える習慣にさまざまな広報・講聴を実施します。主な取り組み、国税庁ホームページに特設ページ「これからの社会に向かって」を開催・開設、またスマホとマイナンバーカードを使い自宅からeTaxで確定申告、年末調整や確定申告はマイナンバーカードを使って自動入力などを掲載。新着動画を YouTube の国税庁動画チャンネルや国税庁インターネット番組、WebTaxTV を TV に公開。新着情報などの各種情報をX で発信。問い合わせ、成田税務署、国税庁ホームページの QR コードが掲載されております。電話 0476-285151。 社会保険料、国民年金保険料控除証明書が発送されます。国民年金保険料は社会保険料控除として、その年の課税所得から控除されます。控除対象は令和5年中に納めた保険料の全額で、可燃度分や水納家族分の保険料も含まれます。控除を受けるためには年末調整や確定申告の際に日本年金機構の社会保険料、国民年金保険料、
控除証明書など保険料を支払ったことを証明する書類が必要です。お手元に届きましたら大切に保管してください。マイナポータルから e-tax で利用できる電子版の交付も行っています。要登録、対象者、送付時期、令和5年1月1日から10月2日に納付した方、令和5年10月下旬から送付、令和5年10月3日から12月31日に納付した方、令和6年2月上旬から送付、問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話、0570-003-004、050から始まる電話は、電話03-6630-2525、狩猟期間が始まります。狩猟期間は11月15日から令和6年2月15日です。狩猟者は関係法令やマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。また、器具などの消毒、泥の洗い流し、CSF、ボタネスの感染拡大防止にご協力をお願いします。野外で活動する場合は、目立つ洋服を着用し、ラジオなど音の出るものを携行するなど、事故防止の対策を行いましょう。問い合わせ、千葉県自然保護課、電話 223-2972。 11月は動物による危害防止対策強化月間です。犬の狂犬病。狂犬病は人にも感染し、発症するとほぼ 100% 死亡する恐ろしい病気です。飼い犬が人を噛んだときは保健所へ届け出し、噛んだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか、獣医師の検診を受けることが必要です。家族や愛犬を守るため、年 1回の狂犬病予防接種を行いましょう。犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は法律に定められた飼い主の義務です。また、家や公園など犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制御できる人が短い引き綱で行いましょう。猫の飼い方、猫を屋内で飼うことで糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症や交通事故などの危険から猫や人を守ることができます。危険な動物、トラ、サル、タカ、ワニ、マムシなど危害を加える恐れのある危険な動物、特定動物は法律により原則飼うことが禁止されています。問い合わせ、印旛保健所、電話483-1137。令和6年度千葉県障害大学校学生募集、資格社会参加意欲のある千葉県在住で55歳以上の方、募集期間11月10日金曜から12月20日水曜。願書配布場所、障害大学校各学園、八街市高齢者福祉課、各地域振興事務所、県庁高齢者福祉課。郵送希望者は140円切手を貼った返信用封筒各2を同封し、千葉県障害大学校へ郵送してください。千葉県ホームページからダウンロードできます。郵送先、お問い合わせ先、郵便番号 260-0801、 千葉市中央区二戸名町
66-2 千葉県障害大学校事務局電話266-4705中途失笑者難聴者のための例会手話学習会日時11月4日土曜12月2日土曜確実午後1時30分から4時会場佐倉市中央公民館非公開花総会日時11月18日土曜午後1時30分から4時会場四街道市総合保健福祉センター費用無料初回参加時のみテキスト代1200円申し込み不要どなたでも参加できます問い合わせ NPO 千葉県中途失聴者難聴者協会印旛事務所ファックス461-6533心の健康フェア2023 in 千葉日時11月8日水曜午後1時から4時会場青葉の森公園芸術文化ホール内容精神保健福祉事業の功労者表彰公演アトラクション精神障害当事者のメッセージ発表詳しくは市ホームページをご覧ください問い合わせ心の健康フェア実行委員会千葉県精神保健福祉協議会電話 080-7000-2093 八街駅北口一を開催日時11月5日日曜雨天中止午前10時から午後3時会場八街駅北口広場内容八街産落花生や新鮮野菜などの販売さまざまなステージイベント問い合わせ八街未来小野電話 444-6007 これで6ページを終わります。7ページこんにちは保健センターです。申し込み問い合わせ健康増進課電話443-1631お子さんのマシン風疹混合ワクチン2期はお済みですか。マシン風疹混合ワクチン2期は小学校就学前1年間で接種する予防接種です。マシンははしかと呼ばれ急性熱性発疹症の感染症で特異的な治療法はなく肺炎や中耳炎などの合併症が起こりやすくまた重症になりやすい脳炎は重度の後遺症が残ることが多くなっています。風疹は妊娠早期の妊婦がかかると胎児に感染し赤ちゃんが難聴、白内障、先天性心疾患を特徴とする先天性風疹症候群を持って生まれてくる可能性が高くなります。接種がお済みでない場合は体調の良い時に早めに接種しましょう。対象者小学校就学前の年長児接種期限令和6年3月31日日曜接種期限を過ぎると有料になります。予診票を紛失された場合は母子健康手帳を持参の上健康増進課へお越しください。すくすく相談予約制保健師栄養士歯科衛生士が育児に関するさまざまな相談に応じます。体重の増え身長の伸びが気になるミルクの飲みが少ない離乳食が進まない言葉が遅い発達が心配歯磨きが上手にできないなど育児でお困りの方ご相談ください。相談は無料です。日時
11月27日月曜午後1時30分から3時、会場、総合保健福祉センター、対象、1歳6ヶ月未満のお子さんとその保護者、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、在宅訪問歯科診療を実施、65歳以上で寝たきりなどにより、歯科医院への通院が困難な方を対象に、在宅の歯科診療を実施しています。歯が痛い、入れ歯が合わない、入れ歯が割れてしまったなどで、歯科診療を希望する寝たきりの方がいる場合は、健康増進課に申し込みしてください。事前に保健師と歯科衛生士で健康状態、口の中の状態を調査し、その後、歯科医師の歯科診療となります。家庭での歯科診療となりますので、診療内容には限度があります。治療費は健康保険証での診療となりますので、自己負担があります。中高年のためのリズム体操・ストレッチ、市民の健康づくり活動を行う保健推進員が、運動不足解消や保健維持の健康維持のために、楽しく体を動かせるリズム体操・ストレッチを紹介します。日時111月17日金曜、2、11月29日水曜、確実午前10時から11時30分、2日で1コース、会場、総合保健福祉センター、対象、中高年で両日参加できる方、定員15人、申し込み順、締め切り11月8日水曜、詳しい内容は申し込み締め切り後に文書でお知らせします。体チェンジ、私が変わる。生活習慣病予防教室。生活習慣病とは、食事や運動、喫煙、飲酒といった生活習慣が原因で引き起こされる病気です。生活習慣と関連する病気として、動脈硬化症、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞、がん、歯周病などがあり、多くは自覚症状がないまま進行していきます。生活習慣を改善することで、病気の発症や進行が予防できます。本教室に参加し、自分の生活習慣を振り返り、みんなで一緒に学んでみませんか。日時、令和6年1月12日金曜午後、令和6年1月26日金曜午後、2回1コース。開催日以外に個別面接日あり、会場、総合保健福祉センター、内容、生活習慣病に関する基礎知識、運動、食事、歯の講話、運動実技、個別に行動目標を決めて生活改善の取り組み、対象、40から74歳で1から6のいずれかに該当し、両日参加できる方、令和5年度特定保険指導対象者を除く、1、血圧、上130、下85ミリメートル水銀以上、2、中性脂肪150ミリグラムパーデシリットル以上、3、LDL 120ミリグラムパーデシリットル以上、4、HDL 40ミリグラムパーデシリットル未満、5、空腹時血糖100ミリグラムパーデシリットル以上、6、ヘモグロビン A1C 5.6% 以上、定員9人、申し込み者多数の場合は抽選となります。締め切り12月15日金曜、受講可否は文書で お知らせします。成田赤十字病院公開健康講座女性の健康、
更年期の生活を生き生き過ごすために、日時12月2日土曜午後2時から3時30分、会場ボンベルタ成田店、アネックス館 B 棟2階、定員80人、講師、成田赤十字病院、看護係長、大見社真澄氏、申し込み、成田赤十字病院社会科に電話、または同病院ホームページから申し込み、QR コードが掲載されています。お申し込み問い合わせ先、成田赤十字病院社会科、電話0476-22-2311、骨髄移植ドナー支援事業、骨髄末梢血管細胞の提供者、ドナーやドナーが勤務する事業所を対象に助成金を交付しています。ドナー、市内に住所があり、日本骨髄バンクで骨髄などの提供を完了し、証明する書類の交付を受けている方、事業所、ドナーにドナー休暇を与えた国内の事業所、生額、ドナー1日につき2万円、上限7日、事業所、1日につき1万円、上限7日、骨髄末梢血管細胞の提供に必要な通院及び入院などが対象です。申請期間、退院した日の翌日から1年以内に健康増進課へ申請してください。子育て親子の交流の場、親子サロンひまわり、日時、祝日を除く月曜から金曜日、午前9時30分から正午、午後1時から3時30分、会場、朝陽幼稚園内、対象、就学前の幼稚園、保育園に通園していないお子さんとその保護者、出張親子サロン、日時、毎月第1月曜日、午前9時から正午、会場、総合保健福祉センター、対象、幼稚園、保育園に通園しているお子さんも利用できます。保護者同伴、問い合わせ、子育て支援課、電話443-1693、印旛地区少年の日、地域の集い大会を開催、印旛地区青少年相談員連絡協議会の主催で、9月30日土曜、スポーツプラザを会場として、印旛地区集い大会を開催しました。印旛地区旧市長の小学生61人が参加し、ユニカール、ユニバーサルカーリング大会を行い、親睦を深めました。参加した児童は、技術と作戦を駆使して競い合い、大いに盛り上がりました。また、1位から3位の入賞チームに、賞状やメダルが授与されたほか、敢闘賞の授与、参加者全員に参加賞が配られました。本大会参加者の集合写真が1枚掲載されております。これで7ページを終わります。8ページ、図書館に行ってみよう。図書館のホームページ、http://www.lirary.yachimata.chida.jp/。電話番号043-444-4946。午前9時から午後5時。今月の催し、パラダイスシアター。11月3日金曜、魔法を捨てたマジョリン。文化の日特別映画会、111分。11月5日日曜、天の風になって、107分。11月12日日曜、上映休止。ジュニア司書認定式。11月19日日曜、ムーミン
パペットアニメーション友情の巻100分、11月26日日曜、地下鉄に乗って122分、上映開始時間午前10時30分から午後2時から。洋画、午前は日本語吹き替え、午後は英語、日本語字幕。邦画、午前は日本語、午後は日本語、日本語字幕。日本語字幕は設定がある場合のみ。八街教育の日、月刊お話し会スペシャル、大型絵本やパネルシアター、手遊びなどを行います。年齢制限はありませんので、どなたでも参加できます。日時、11月25日土曜、午後3時から3時30分、午後2時50分からお話しコーナー前で受付。対象、市内在住、在勤、在学の方優先。定員40人、定員になり次第締め切り。費用無料。申し込み、図書館カウンターまたは電話で申し込み。図書館ホームページのウェブサービス停止のお知らせ。電気設備の法定点検に伴う停電のため、次の日時は図書館ホームページにアクセスできません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。停電日時、11月20日月曜、午前8時30分から正午頃まで。今月の休館日、6日、13日、20日、27日、30日。11月の移動図書館、ひばり号巡回予定日時、1日、15日、毎月第1、第3水曜日。場所、ひじかいコミュニティセンター。時間、午後1時50分から2時10分。えのきど第二児童公園付近、泉台。午後2時30分から2時50分。藤野台集会所、午後3時から3時20分。緑台第一児童公園、午後3時40分から4時。2日16日、毎月第1、第3木曜日、二州小学校沖分校、午前10時10分から10時30分、八街市役所、午後0時40分から1時、富山コミュニティセンター、午後1時20分から1時40分、市営住宅徴用団地、午後2時から2時20分、8日22日、毎月第2、第4水曜日、二州小学校、午後1時10分から1時30分、宮の原コミュニティセンター、午後1時50分から2時10分、カニイサゴ安らぎの家、午後2時20分から2時40分、吉倉ガーデンタウン、午後3時から3時20分、希望が丘コミュニティセンター隣、午後3時40分から4時、9日、毎月第2、第4木曜日、市営住宅ささびき団地、午前9時40分から10時、持ち草公民館、午後1時30分から1時50分、大やる子供の遊び場、午後2時から2時20分、旭区コミュニティセンター、午後2時50分から3時10分、祝日は運休、暴風雨などの警報が発表された場合は、運行を中止します。図書館は休館日、祝日を除く毎週水曜日、金曜日は午後7時まで開館しています。夜間及び休日の市税納付、納税相談窓口。日時、夜間、11月7日火曜、14日火曜、21日火曜、28日火曜、午後5時15分から8時。休日、
11月26日日曜、午前8時30分から午後5時、会場納税課、内容市税の納付、納税相談、問い合わせ納税課、電話443-1115、市役所の日曜会長日、今月は11月26日日曜です。市民課、課税課、納税課、国保年金課で業務の一部を取り扱いますのでご利用ください。住民移動が伴う業務、国民年金業務、後期高齢者医療保険業務は取り扱うことができません。今月の納付、国民健康保険税5期。相談コーナー、相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。法律相談弁護士、11月1日水曜、15日水曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター。相談当日午前8時30分から電話で受け付け、先着10人まで。申し込み社会福祉協議会、電話443-0748。心配事相談、11月1日水曜、15日水曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター。問い合わせ社会福祉協議会、電話443-0748。司法書士相談、11月14日火曜、午後4時から6時、総合保健福祉センター。相談当日午前8時30分から電話で受け付け、先着6人まで。申し込み八街司法書士事務所、電話308-4227。ハローワーク千葉出張相談、11月7日火曜、午前10時から正午、11月24日金曜、午後1時から3時、総合保健福祉センター。生活困窮世帯や一人親家庭などが対象で、各日先着4人まで。予約制。申し込み社会福祉協議会内自立相談支援窓口、電話312-0766。気になる子どもの個別相談、11月25日土曜、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター。予約制で先着6人まで。申し込み社会福祉協議会、電話443-0748。年金相談、11月16日木曜、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター。社会保険労務士が相談、書類の書き方なども含むを受け付けます。受付は午後2時30分まで。問い合わせ国保年金課、電話443-1139。交通事故相談、11月17日金曜、午前10時から午後3時、総合保健福祉センター。予約制で相談日の2日前までにご連絡ください。申し込み防災課、電話443-1119。人権相談、11月24日金曜、午後1時から3時、総合保健福祉センター。人権擁護委員が相談を受けます。事前に電話連絡をお願いします。問い合わせ総務課、電話443-1113。行政相談、11月24日金曜、午後3時から5時、総合保健福祉センター。行政相談委員が相談を受けます。事前に電話連絡をお願いします。問い合わせ総務課、電話443-1113。心の健康相談、
11月13日月曜午後2時から4時総合保健福祉センター。予約制。申し込み障害福祉課電話 443-1649。 弁護士相談市税滞納者11月26日日曜午後2時から4時納税課。予約制で先着6人まで。申し込み納税課窓口または電話 443-1115。 家庭児童相談毎週月曜から金曜日祝日を除く午前9時から午後5時総合保健福祉センター。電話相談も受け付けます。問い合わせ子育て支援課電話 443-1693。 学校教育相談毎週月水金曜日祝日を除く午前9時から午後3時八街市教育支援センター。電話相談専用ダイヤル電話 310-5017。 問い合わせ八街市教育支援センター電話 443-8040。 家庭教育相談毎週火曜から木曜日祝日を除く午前9時から午後4時総合保健福祉センター。問い合わせ社会教育課電話 443-1464。 消費生活相談毎週月曜から金曜日祝日を除く午前9時から正午午後1時から4時商工観光課内。問い合わせ八街市消費生活センター電話 443-9299。 これで8ページを終わります。声の広報八街令和5年11月1日号ナンバー936を終わります。朗読は朗読グループ山彦がお届けしました。朝晩急に寒さが増してきました。どうぞお体を大切にお元気でご活躍ください。